式内閣総理大臣本日、ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、 緑のををを挙行すするにあたり政府を代表して式辞を申して申述べます平成19年に5月4日が国民の祝日、緑の日になって以来、この日は国民にとって自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育む日として定着してまいりました。 我が国の森林は国土の約3分の2を占め、国土の保全、水源の寛容や地球温暖化の防止などの恩恵を広く国民にもたらしています。これは先人のたゆまぬ努力で育まれたものであり、国民共通の財産として、 多様で健全な森林を育成し次のま世代に引き継いでいくことが重要です国際的にも森林保全への対応が課題となる中昨年の関係締約国会議で採択された気候変動対策の実施計画や生物多様性の新たな目標においても その重要性が盛り込ままれています我が国は来月の広島 G7 サミットで気候変動といった地球規模の課題への G7 による対応を主導していきますそして2050年カーボンニュートラルの目標実現に向け切って使って植える循環利用を 確立し、国民の皆様とともに、緑をしっかりと守り育てる取り組みを進めてまいります。本日の式典を通じて、国民が改めて緑に関心を持ち、理解を深めることを期待するとともに、皆様のご活躍とご検証を祈念して式辞といたします。令和5年 4月28日、内閣総理大臣、岸田文雄。第17回、緑の学術賞受賞者、春島紀殿。 表彰状、春島紀殿、あなたは緑に関する優れた研究業績を挙げ、学術の進歩に寄与した功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年4月28日、内閣総理大臣、岸田美雄。おめでとうございます。 表彰状、津村義彦殿、あなたは緑に関する優れた研究業績を挙げ、学術の進歩に寄与した功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年4月28日、内閣総理大臣、岸田文雄。おめでとうございます。 表彰状、干ばつボランティア、札幌ウッディーズどのん。記念は、多年にわたり緑豊かな地域社会づくりに励み、緑化の推進に尽くした功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。令和5年4月28日、内閣総理大臣、岸田文雄。おめでとうございます。ありがとうございました。 天皇皇后両陛下ご臨席の皆様、新緑の美しいこの季節に、天皇皇后両陛下ご臨席の下、第17回緑の学術賞の授与を賜り、また緑化推進運動功労者として表彰していただきましたこと、誠にありがとうございました。 一同を代表してお礼のご挨拶を申し上げます。